とビズ。厚生労働省が発表した2月の有効求人倍率は1.34倍で前月を0.01ポイント下回り2ヶ月連続で低下しました新型コロナの感染状況が落ち着き経済活動が活発化する中より好条件の仕事を探す人が増えたことが背景にありますまた総務省が発表した2月の完全失業率は前の月と比べ 0.2ポイント上昇し2.6%で5ヶ月ぶりに悪化しましたこちらもより好条件の仕事を探して自己都合で退社するケースが増えているとしています